2005年の北米国際オートショーに出品した1952年式のウィーナーモービルミネソタ州ロチェスター市内を走るウィーナーモービルウィンナーモービルウィーナーモービルはアメリカ合衆国の食品会社オスカーマイヤーの販売促進及び広告のためのホットドッグの形をしたライトバン1936年オスカーマイヤー社長の甥いのカール・ジー・マイヤーにより 初代ウィーナーモービルが作られ、何度も型を変えながら、現在もオスカーマイヤー社で使用されている。ウィーナーモービルの運転手は、ホットドッカーズと呼ばれ、しばしばウィーナーモービルの形をしたおもちゃの笛、ウィーナーホイッスルを配布する。1936年に誕生したカールマイヤーの初代ウィーナーモービルから、現在走行中の現役車まで発展してきた。 第二次世界大戦中はガソリンが配給制になったため創業されなかったが、1950年代、オスカー・マイヤーと車体メーカーのガーステン・スレーガー社は、ダッチやウィリスのジープの車体を使用して何台かのウィーナーモービルを作った。それらのうちの一台が、ミシガン州ディアボーンのヘンリー・フォード博物館に展示されている。これらのウィーナーモービルは、リトル・オスカーと呼ばれていた。 運転手により、店舗、学校、個人院、子供病院を訪問したり、パレードやフェスティバルに参加したりした。1969年、シボレーの車体を使い、フォードサンダーバードのテールライトを特徴とした新しいウィーナーモービルが作られた。1969年版は海外に渡航した最初のウィーナーモービルとなった。1976年、 再度、シボレーの車体を用い、プラスチックプロダクト社がガラス繊維と発泡スチロールを用いて新車を作成した。1988年、オスカー・マイヤーはホットドッカープログラムを開始。大学新卒者が全米各地及び海外でウィンナーモービルの運転手として雇われた。新しいホットドッカーズのためにスティーブンス・オートモーティブ・コーポレーションと業界で著名な デザイナーブルックス・スティーブンスが改造した、シボレーのバンを使い、高速に耐えうる6台のウィーナーモービルを製造した。1995年版では、長さ27フィート、高さ11フィートとなった。2004年版では、音声起動できる、カーナビゲーションとワイヤレスマイク付きの音響システム、ケージャン、ラップ、ボサノバなど21種類のウィーナージングルを鳴らすことが、 できる警笛を搭載し、ヒストリーのドキュメンタリー、アメリカ人は何を食べてきたのかによると4代目、ポンティアック・ファイヤーバードのテールライトを使用している。2004年、オスカー・マイヤーが、ウィーナーモービルを1日自由に運転できる権利を、検証にかけると、1ヶ月の応募総数は1万5000を超えた。現在8台のウィーナーモービルが走行中である。出店。 オスカーマイヤー日本でも1988年型がプリマハムにより全国キャラバンプリマウィンナー号用として購入されており1992年頃まで各地の幼稚園などに出向き交通安全の啓蒙活動などを行っていた本国仕様との違いとしてはバックミラーの大型化アンダーミラーハイマウントストップランプの設置などが挙げられる引退後は 同社三重工場に保存されており、当初は工場見学で乗車もできたが、現在は停止され、生体保存されている。なお、停止場所の関係上、名阪国道から見ることができる。現在8台のウィンラーモービルが走行中で、うち6台がフルサイズのファミリアモデル、1台はミニ、もう1台はフードトラックであり、それぞれが全米各地に赴いている。 ホットドッカーと呼ばれる運転手たちの応募資格は、卒業見込みのある大学4年生のアメリカ国民であることで、6月1日から、翌年の6月1日まで続く。現役のホットドッカーとオスカーマイヤーの求人担当者が次年度のホットドッカーの募集のため、全米の大学を訪れる。毎年平均2000通の応募があり、3月に最終選考に残った30名は、 クラフトフーズとオスカーマイヤーの本社のあるウィスコンシン州マディソンに面接に行く。6台のウィーナーモービル1台につき2名まで乗れるため12名が先行される。これまでのホットドッカー経験者は総計約300名である。アメリカ合衆国会議員のポール・ライアンはホットドッカーではなかったが、下記のクラフトの販売員のアルバイトの際に一度だけ。 ウィーナーモービルを運転したことがあると報じられている。ウィーナーモービルのおもちゃやミニチュアは何年も作られており、ホットウィールは過去にダイカストで2種類のミニカーを製造している。ウィーナーモービルでは以下のオリジナルのナンバープレートが使用されている。1997年、マサチューセッツ州ボストンでラッシュ時のストロー通りをボストン中心部に向かうウィーナーモービルの運転手が 高さ10フィートの横断歩道橋の下を通過できないと判断したため緊急停止した。写真では、ウィーナーモービルを道路の端に寄せて、救援を待つ運転手が見られる。2001年12月、テキサス州オースティンでエンジンがオーバーヒートした後、構造上の欠陥により、車体の脇に多数の亀裂が生じた、ウィーナーモービルが修理工場まで牽引された。 長期間の修理の後、ウィーナーモービルは再び南西部ツアーに出発した。2002年6月、ワシントン DC 近郊のペンタゴン近くの商用車、通行禁止道路を走行中のウィーナーモービルが警察に制止された。運転手たちは職務質問を受けたが、違反ギップなしで一番近い出口から出された。2007年6月、ウィスコンシン州のナンバープレート、ヤミーをつけた、 ウィーナーモービルが盗難ナンバープレートをつけて走行した容疑でアリゾナ州港湾局に制止された。警官の警覧校はこのウィーナーモービルが他の車にスピードを落とさせているのを目に留め、この車が行動を合法に走れるものかどうかチェックした。プレートが確かにミズーリ州コロンビアで盗まれたものであったため、警官はウィーナーモービルを止めて運転手を拘束した。 大体のプレートができてきて付け直したこと、またウィーナーモービル以外の車にこのプレートが搭載されていた場合のみ盗難プレートとみなされることをオスカーマイヤー社は警察に通知しておらず、またプレートが盗まれた車がウィーナーモービルだったことも記録されていなかったためにこの事態が起きた。運転手は疑いが晴れるとすぐに釈放された。年月日、ウィスコンシン州の ウィーンがナンバーのウィーナーモービルが、シカゴの目抜き通りマグニフィセントマイルの駐車禁止区域に駐車していたことで、シカゴ警察から違反リップを切られた。2008年2月11日、ウィーナーモービルが、吹雪の後のペンシルベニア州、マンスフィールド郊外のアメリカ国道15号線で、凍った路面を何台かの車と共にスリップし、地元メディアから注目された。人もなく、 ウィーナーモービルも小さな傷だけで済んだ。2009年7月17日、ウィスコンシン州マウントプレザントのクルドサックで方向転換しようとしたところ、運転手がアクセルとブレーキを踏み間違えて家屋に突っ込み、その家のデッキを破損した。2009年6月28日から7月19日、ウィーナーモービルは範囲州を訪れたが、1927年に定められた。 警官保護のために広告看板を厳しく取り締まる。中法の遵守を強く推進する地元の団体アートドアサークルから厳しい批判を受けた。オスカーマイヤーの代理人はただ、ホットドッグが乗っているだけの車に日はないと主張。警官を損ねたという損害賠償の請求は今のところされていない。2010年6月28日、テキサス州ダイボルの ランバージャック通り近辺の59号線で暴風雨にあいたの車に追突。ライボル警察による違反ギップはなかったが、双方の車が軽度の損傷を受けた。怪我人はなかった。テキサス州警察のショーン・マギー・巡査とジェシー・スチュワート・巡査は、テキサス州東部の小さな町ヘンダーソンで過去20年間で2回、ウィーナーモービルのスピード違反ギップを切っている。 クルージング・イン・タイムハット・ギルバートクレイグライアン・ドローズ・インスピーレーション・フロム・ファミリーメンターズ ジャーナルセンチネル。http。コロンスラッシュスラッシュ www。jsonline。com。スラッシュニューススラッシュ。sttepolitis。スラッシュ。四三七七零五七七。html。二零一二年八月十五日閲覧。おお、アイウィッシュプレーツ。二千九年十二月二十五日閲覧。私を味わって、と。 ホットドッグにかけるレリッシュのシャラク。 http://forums.anandtech.com/.archive/.index.php/.t-832593.html.http://www.shor.tnewx.com/.start cfm id イコール212803コッププルズオーバーウィーナーモビールアズストールンハットポリスオフィサーストップスウィーナーモビールハットオルザレーテストフランクファーターデベロップメンズ ハットコップスケチャップウィズ・ウィーナーモービールハット http コロンスラッシュスラッシュ www.chicagotribune.com スラッシュニューススラッシュローカルスラッシュ chi-webweanark10-06936594、er、ストーリーハットウィーナーモービールワイプスアウトハットオスカーメイヤーウィーナーモビールルージスコントロール クラシャスイントゥー、ラシーヌホーム。2009年7月17日閲覧。ありがとうございます。